こんばんは。失礼します。失礼します。こんばんは。どうです、女の子も粒揃いですやろ。このお方はな、東京のでっかい会社のお偉いさんやで。ほら、君らも顔売っとき。やっぱり偉いさんなんや。なんか貫禄ある思た。東京から来はったんですか。かっこええですね。こっちにはよう来はるんですか。いや、今回はたまたま出張でね。ここもこの人に無理やりね。そう、せやから君らがたっぷりサービスしてくれんと、あたしの面目丸つぶれ。頼むで。なんや、責任重大やわ。じゃあまずはお飲み物からやね。何言っちゃいます。どれ。おお、シャンパンで10万か。やっぱり結構するもんだね。そしたらまずシャンパン言っときましょうか。おいおい、大丈夫か。10万だぞ。大丈夫大丈夫、先生はもうお金のことなんて気にせんと存分に楽しんでください。シャンパンね。ありがとうございます。でも一本でええんですか。え、せやね、東京の偉いさんもおるのに一本やと足りひんのとちゃいます。大概にせんかったら何やってんの。こっちは金払っとんのやぞ。ガタガタ抜かすね、このボケ。おいおい、全然大丈夫じゃないじゃないか。逃げよう。ああ、この店で暴れるやなんて。まあ大丈夫、すぐ収まりますよ。だからなんでそんなこと言い切れるんだ。出てくるからですよ、彼が。彼ってあの男か。ありゃただのケツ持ちだろう。お客様、本日はお越しいただきありがとうございます。何やお前、ケツ持ちちゃうんか。よく間違われます。ですが違います。せやったら何やねん。悪い、申し遅れました。私、当店支配人の真島と申します。お前が支配人やと。え、あれが例のこの店はヤクザが仕切っとんのかい。お見苦しくて申し訳ございません。こう見えても堅気です。それよりもお客様、恐れ入りますが、当店でのお触りや暴力行為はどうかご遠慮願います。気に食わんちゅうんやったら力ずくで来てみろや。その面こき落としけ。そういうわけには参りません。お客様は神様ですから。ほう、そらええ心がけやないか。お前さんのその心構え気に入ったわ。こいつはおごりや。たーんとのいい。どうや、神様からのお恵みは。ありがとうございます。私はこの酒を一度浴びるように飲んでみたかったのですが、おかげさまで夢が叶いました。こんな野郎、ええどけおや。
お客様、重ねてお願い申し上げます。そろそろお引き取り願えませんでしょうか。もしこれ以上営業妨害されますと。したら何やっちゃねえ。しゃあないの。ああ、一丁景気いいのやれや。そこまでお客様がお望みなら、この真島、僭越ながらお相手いたしましょう。ただし、私からは一切手出しはいたしません。何しろお客様は神様ですから。へっ、まだそんなこと抜かすか。なめおって。さあ、ショータイムや。なんなんやお前は。あ、くそー。おこの、あ、危ない。なめんなよ。危険ですので、こちらはお預かりいたします。ございます、支配人。なぜこの野郎。警察に突き出してやる。さばきろ。君、お静かに。こちらのお客様はご覧の通り、店内での違反行為を繰り返し、皆様へご迷惑をおかけしました。本来ならばこのまま警察へ出頭していただくべきだと存じます。ですが、どうかそれはご容赦願えませんでしょうか。え、なんだそんな。こちらのお客様、このまま警察へ突き出されれば、これまで築かれた社会的地位を失うことになりましょう。一時の気の迷いに対する報いとしてはあまりに酷ではないでしょうか。そこでお客様に一つお願いがございます。俺に。はい。夜の世界の流儀として、酒の席での失態は酒で注いでいただきたいのです。お、今日この場のお題すべてお客様がご馳走してはくださらないでしょうか。蒼天製薬営業本部長様ともなれば、年間接待費は億をくだらないはず。あ、それ俺の。いつの間に。お客様を犯罪者にしたくない。ですが、他の皆様にも変わらずこの場を楽しんでいただきたい。すべてはこの私のわがままです。どうか私のわがままを聞き入れてはくださいませんでしょうか。わ、わかった。皆さんがそれでええ言うてくれるんなら、この場のお題全部俺が持たせてもらう。それで許したってくれんやろか。ありがとうございます。こちらのお客様はこうおっしゃってくださいました。皆様いかがでしょうか。ありがとうございます。皆様の寛大なお心遣い、ありがたく頂戴いたします。勇気あるご判断をなされたこちらのお客様にも拍手を。では引き続きどうぞお楽しみください。あれが
ここの支配人。はい。なるほどな。この店がナンバーワンになった理由が分かった気がするよ。彼を見るとみんなそう言います。キャバレーグランドの支配人真島五郎、蒼天堀の夜の帝王っちゅうやつですわ。おい、まだ頼んだの来ねえのかよ。あれです。どうしました？なんでもあらへん。お楽しみのところ失礼いたします。なんだ、やっと持ってきた？おお、あんたは眼帯の支配人さんじゃねえか。酒は人の金で飲むに限るよな、まったく。お客様、ちょっとお話があるのですが、ご足労願えませんでしょうか。なんだよ、人が気持ちよく飲んでんのに。お時間は取らせません。どうか。しょうがねえな。他ならぬ支配人さんのお願いだ。さて、ちょっくら行ってくるよ。あの支配人。この方は俺が相手する。お前は仕事に戻れ。はい、わかりました。さあ、参りましょう。あいよ。繁盛してるじゃねえか。ついこの前まで閑古鳥が鳴いてたってのにな。変われば変わるもんだ。何しに来たんや、佐賀藩。そう邪険にすんなよ、真島ちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅう。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。聞いたよ、さっきもご活躍だったらしいじゃない。さすがは真島五郎、蒼天堀の夜の帝王だ。
この町は牢獄や。俺が塀の外に出られんのはいつなんやろな。兄弟。おう、兄弟。おう。例のあれ、持ってきたんやろな。ああ。まがいもんは一切なし。堂島組経由で仕入れた正真正銘の本物や。拳銃は全部で6丁。1丁につき6発撃てるとして、36発発射できる。36発か。相手は上野義治と、その場にいる清和会の連中全員。こないなとこ呼び出して、何のつもりなんすか。柴田。単刀直入に言います。今日の上野義治の襲撃、真島さん、行かないでください。どうしてそれを。あなたと冴島は今日出所直後の上野義治を都内のラーメン屋で襲う、そういう計画ですよね。実はあの計画ちょっと問題がありましてね、予定を変更させてもらうことになりました。このまま襲撃に向かえば堂島組長や島野さんにも迷惑をかけることになってしまいます。兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟裏切れっちゅんか。このまま見殺しにせっちゅんか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があっても構わへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるせえ、関係ないわ。こっちはそないなもん、とっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、柴田。